ヒューイ・ルイス・アンプ・ザ・ニュースヒューイ・ルイス・ザ・ニュースヒューイ・ルイス・ザ・ニュースはアメリカのバンド1980年代に数々のヒットで高い人気を博したアメリカンロックバンドの代表的存在骨太のロックンロールを基盤にヒューイのハスキーボイスと爽やかなハーモニーを特徴とするキャッチーなサウンドは まさに1980年代のアメリカのポジティブなイメージをそのまま楽で表した存在と言っても過言ではない。ヒューイ・ルイス、ヒューイ・ルイスは1950年7月5日にニューヨークで生まれる。母親がヒッピー思想家であり白人ながら黒人居住区に住んでいたことで自然と R&B などの黒人音楽に親しむようになった。 コーネル大学工学部に入学するが、すぐ退学。ほどなくして、サンフランシスコへ引っ越した。コーネル大学時代にバンドを結成し音楽活動を、始め、1972年に、ショーン・ホッパーと共にカントリーロックバンドのクローバーに加入する、クローバーの前身、タイニー・ヒアリング・エイド・カンパニーは1966年結成。翌1967年に、 クローバーと改める。1976年、クローバーはパブロック界の大御所、ニックローの誘いを受けてええエルビス・コステロのファーストアルバムのバックを務めることとなる。ヒューイの加入後、1977年にサードアルバムをリリース、その後4枚目のアルバムも発表したが解散。なお、サードアルバムのジャケット表記では、ヒューイはヒューイ類という綴りになっていた。 この時期ヒューイをはじめとするクローバーの面々は、アイルランドダブリン出身で、イギリスでも高い人気を得ていたシン・リジーの前座として、起用され、その縁でリジーのアルバム、ライブデンジャラスに、ヒューイがブルースハープ奏者として参加している。ヒューイは、リジーのリーダーであったフィル・ライノットから多くことを学び、自らの糧とする。講述するようにヒューイは、多くの才能の発掘。 人気工場に力を貸すことになるが、その姿勢は駆け出しの U2、ブームタウンラッツなどに力を貸したら一途の姿勢に重なるところがある。クローバー解散後ヒューイはサンフランシスコに戻ってアメリカンエキスプレスというバンドを結成するが、これも失敗に終わっている。その後、ヒューイ・ルイスは1979年に失業中のミュージシャンたちを集めサンフランシスコに かつて存在したアンクルチャーリーズという酒場で、後にニュースのメンバーとなるジョニー・コーラ、クリス・ヘイズ、マリオ・シッポリナ、ビール・ギブソン、ショーン・ホッパーらとバンドとして活動を始めた。そんな中、後にマネージャーとなるビル・ブラウンが彼らの才能を見出して、彼の力でめでたくとの契約を結んだ。下積みを経て1980年、ヒュー・ルイス アメリカンエキスプレスを結成。これがヒューイ・ルイスザニュースと名を変えてデビューする運びとなった。1980年にリリースされたファーストアルバムヒューイ・ルイスザニュースは商業的失敗に終わったが、1982年、セカンドアルバムであるベエリアの風からシングル化とされたビリーブ・イン・ラブがヒットし、ようやくヒューイは日の目を見る。 そして1983年、アルバム、スポーツを発表。I want a new ドラッグ、heart of rock and roll, いつも夢見て、if this is it などのヒット曲を、連、アルバムは800万枚以上売り上げ、バンドは一躍スターの仲間入りを果たした。また、I want が、半年後にレイパーカージュニアの、ゴーストバスターズに登用され、裁判沙汰になるというおまけもついてきた。 1985年には大ヒット映画バックトゥザフューチャーの主題歌パワーオブラブが全米1位の大ヒットを記録する。ヒューイも映画に脇役、オーディションの審査員として亀尾出演。主人公マーティがパワーオブラブのイントロ部分の演奏途中で分かった、もういい、止めろ、うるさすぎる、次のグループの番だというセリフを言う。同年に ヒューイは USA4 アフリカの We Are The World に参加、ブリッジ部分でリードボーカルを務めた。翌1986年のアルバム4からはジェイコブズ・ラダーとスタック・ウィズ・ユーの2曲が全米シングルチャーのナンバー1に輝き、バンドの人気は絶頂を極める。苦労人でギリ固いヒューイはサンフランシスコ出身のベテランファンクバンドのタワーオブ。 パワーのホーンセクションを起用し、その復活に力を貸した。また、ニックローの I knew the bride をプロデュースしてアメリカでヒットさせている。1986年にデビュー曲 The Way It Is の全米一ヒットを放ったブルース、ホーンズビーザレインジは9位が見つけ出した才能の一人だった。1988年のスモールワールド以降は、 バンドの方向性をめぐってレコード会社と衝突することも多く遺跡を繰り返した。1994年にはエレクトラレコードからオールディーズのカバーアルバムバック・トゥ・ザ・ルーツ、グレート・アメリカン・ソングストリビュート、現代、方向ズセベラル・イヤーズ・アゴーを発表した。メジャーレーベル以外からアルバムをリリースすることもあったが、現在も活動を続けている。 そんなヒューイ・ルイスザニュースにも脱退者が出てくる。1995年にはベーシストのマリオ・シポリナが脱退し、2代目のジョン・キアースが引き継いだ。2001年には1980年からギタリストを務めてきたクリス・ヘイズが脱退し、ギターは2代目のステフ・バーンズが担当することになった。 2006年8月には、元ベーシストのマリオシッポリナが、強盗と覚醒剤所持の疑いで逮捕されたが、裁判は終わった模様である。2007年8月21日には、復活報告を兼ねて、ヒューイ・ルイスザニュースのライブにゲスト出演した。2008年1月28日、シカゴと共同で、4月に来日公演を、東京、名古屋等で行うことが発表された。 2008年4月16日、公演のために来日していたヒューイが、ゼップ大阪でのフーファイターズのステージに、一曲ハーモニカで、飛び入り参加。2009年4月13日、サックスソーシャロンスターリングスが、3年間、闘病していた、多発性骨髄腫により死去。2010年7月7日、ジョニーバ・バモントがバリトンテナーサックス担当として、正式メンバーに、 バリトンサックス兼任だったロブサダスはテナーサックス専門に2018年4月13日9位が内耳障害であるメニエール病の治療のため2018年に行われる予定だったツアーの全面キャンセルの発表と共にチケットを購入したファンへ謝罪した 1980年、1982年、1983年、1984年、1985年、1986年、1987年、1988年、1989年、1991年、1994年、1995年、1996年、2001年、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。